どうも森さん、こんにちは。キュウキュウです。はい、皆さん、私、酔っております。よろしくお願いします。今日ですね、はい、新刊の情報公開ということで、ヒーラーでした。まあ、正確にはバトルヒーラーっていうね、キャラらしいんですよ。で、まあ僕ね、見てください、こちら。ちょっとね、動画があったんですけど、スクショしました。これね、どういうキャラかっていうと、バトルヒーラーは、僕ね、ただのヒーラーかと思ってたの。クラクラみたいなさ。クラクラのヒーラーって、後ろから、ふわんって、こう、回復させるだけのキャラクターだったんだけど、今回バトルヒーラーは、自身も攻撃します。剣を持ってるんで、攻撃します。で、攻撃した瞬間に、周りの範囲、こんぐらいの範囲。何マスかわからないけど、こんぐらいの範囲。もう僕ね、数字ね、苦手なんで、何マスとかさ、何パーセント攻撃力が高いとか言われてもわかんないわけよ。こんぐらい。こんぐらいの範囲のユニットを回復すると。で、どれぐらい回復するかっていうと、まあ、槍ゴブ、これね、ごめんなさい、すっげえ見づらいんだけど、槍ゴブだと思うんだけど、これ槍ゴブが、まあ、満タンぐらいに回復するっていう、結構回復量高いんじゃないかなと思ってます。はい。で、こんな感じで、攻撃しなきゃいけないんですよね。攻撃すると、周りのキャラ回復する。で、これ恐ろしいのが、見てください。前にバトルヒーラーいます。で、後ろにネクロがいるんですけど、相手バルキリー来るじゃん。バトルヒーラー自身が攻撃すると、バトルヒーラーも回復するのよ。だから、殴ったら自分も回復するから、結構死なないのね。だから、ちゃんと、即時効果っていうのかな、ペッカとかでジャキンってやっちゃったらさ、もう回復しようがないけど、こういうなんか範囲攻撃系で、あんまり、攻撃力がないカードに対しては、結構強い気がする。うん、これはびっくり。で、はい、もちろん、一人で回復、あ、これやばいよ。これタワー殴ってる人じゃん。よくさ、こうチャンネル、まあ、某こうチャンネルさんとかさ、ね、ステスネって言うじゃん。バトルヒーラーステスネしたらどうなるか、皆さんわかりますか？こいつは勝手に殴ります。殴ったら勝手に回復します。もうそういうことよ。もうタワー折られちゃうかもしれないから。まあ、攻撃力とかに関しては、ちょっと不明ですけども、これ相当無視すると厄介なカードになるんじゃないかなと思いましたね。はい。で、まあ、自分自身も回復してますと。これ贅沢だよね。うん。で、はい、こちらでございますね。はい、これ相手が使われると、まあ、こんな感じのビジュアルになって、可愛いね。クラクラ、じゃあクラクラじゃない。クラロワで、上の方にさ、何笑ってんすか、ルイさん。どうぞ。いや、ちょ、ルイさん何笑ってんすか。何クラクラしてんすか。え、ずっとね、僕ら、ここの30分ぐらいずっとクラクラやっちゃってたんだよね。ね、時代はクラクラ。あ、何言ってんすか。ということで、相手が使うとこんな感じでございます。で、可愛くなってんね、ちょっとこっちから見ると。こっちから見るとちょっと可愛いんだけど、なんかね、ゲーム内画像はちょっとそんな可愛くなかったよね。はい。で、はい、こちらですね。まあ、回復するよっていう感じの画像でございますね。はい。で、これ面白いのが、これ、キングタワーでこの状態に向かったらどうなるかっていうと、ガーゴイルは歩いてる状態では回復しません。うん。で、なぜならば、さっきから申し上げますって通りですね、ヒーラー、バトルヒーラーは攻撃してるの時のみ相手、味方を回復するので、この状態では回復しないんですよ。歩いてる時は。ただ、バトル、ヒーラーが相手のキングタワーを攻撃し始めたら自分のガーゴイルもやっと回復するっていうところで、ちょっとね、これは難しいポイントではありました。あるかなと思いました。バトルヒーラーが攻撃してる時じゃなかったら、つまり、常時回復してる時だったら、かなりこれぶっ壊れかなと思ってたんですけど、攻撃してないと、周り回復しないっていうことで、どういう戦い方なのかなっていうのは思いましたね。僕的には、スパーキーヒーラージャイとか絶対、いや、そんなかな。どう思う？ごめん、聞いてます。スパーキー、ジャイスパヒーラーみたいな。ああ、ありだよね。まあ確かに強そうだね。でも、僕今ちょっと思ったのは、スパーキーって結構ギャングとか、スケルトン豚で囲まれると弱いっていうね、特性があるんですけど、こいつね、単体攻撃なんですよ。だから、そこはちょっと難しいかなと思いますけど、あれどうしたんですか？ママブラが来ました。ママブラが来ました。今ね、キヨキヨハウスでね、めちゃめちゃクラクラが流行ってるんですよ、マジで。ということで、皆さんいかがだったでしょうか？僕はですね、使いますよ、バトル。あ、今来ましたね。で、ちょうど来たのか。クラッシュロワイヤルシーズン6で登場する。あ、で、シーズン6で登場しますね。シーズン6っていつかっていうと、もう12月の多分、第2週とかじゃないですかね。うん、まあ、第2週の頭とか、だと思います。攻撃も回復もできる唯一のカードということで、これ結構、僕ね、思うんですよ。スパーキーじゃないわ。フィッシャーマン、トリトンとかが出た時、まあ、ぶっちゃけトリトン出た当時だったらそんな強くなかったような、強かったかな？使ってる人は使ってましたけど、トリトンとかすごい新しいギミックが生まれるカードってあるじゃん。引っ張るとかさ。あとはま、単純に範囲攻撃とかじゃなくて、引っ張る。あとはなんか、
なんか相手を止めるとか、ラムライダーの相手を止めちゃうとか、あとは何ですかね、まあそういう新しいギミックが出るカードについては俺結構強いと思ってんのよ最初。だから僕の予想、ちょっとねセッさんのことを別に裏切るわけじゃないですけど、めっちゃぶっ壊れなんじゃないかなって思ってます。どう思いますか？でもなんか運営はなんか新カードなるべくなんか、はい、あの最初は弱く実装して、うん、後から情報をしていくみたいな。それいつの話ですか？そういうなんか、そうそうそう、最近なんかそういう取り組みをなんかするみたいなことを言ってた。セッさんありがとうございます。ユーザーのことを考えてくださってありがとうございます。ということですね、今日僕はですね、そういえば今日ずっとミラティブ の, あの教えてくれるわっていうね企画やってるんですけど、あの先生やらせてもらってたんですよ。で偉そうにね、スパーキーとはこういうもんですよみたいなね語ってたんですね、ミラティブ内で。ちょっとそれはですね、もう救急洗浄が使えなかったら元も子もないということで、こちらのエリゴレスパーキー今日は使ってきたと思います。はい、ボチン何やいきます、よろしくお願いいたします。さあ相手は何でくるんだろうな。いやー、あのね、僕ね、その教えてくれるのは3時間ぐらいね、そのミラティブでそのハッシュタグをつけて、くれて配信してくれてる人のね、そのところに行って、こうなんかこう教えるだったりとか、なんかこう面白くね雑談するみたいなコーナーをねちょっとやらせてもらってたんですけど、その時ね、やっぱり言ったらね、3時間ねずっとねゲーム画面見させてもらうわけですよ。そうするとね、やりたくなるんですよね、残念ながら人間というものはですね。ちょっとこれきつ、これきつ、エリゴレなのきつ。ちょっと待って、これ、なんかチンパンみたいになってるね、大丈夫？うわ、これすごい、おー、おいしい！いやー、きついな、これ。これ、ややきつっすね。これ、でも、コウモリさんが、コウモリさんがこれ悪さするよ、これ。コウモリさんが、これ、すごい悪さしますね。ちょっと、ここは。よし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 、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。相手、ファルチェング TV ですね。僕ね、ごめんなさい、酔ってます、はい。酔ってるんで結構ね、プレイが雑になる気がする、僕は。基本的に酔うと僕雑になっちゃうんで、なんか、あ、これはね、逆さいきます。よし。うん。これでいけない、これね、すごい相性いいんで、僕はね、使って楽しいですね。でも、これが来たら、うわー、ターンに入んないか。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、ギリギリギリ。ここはね、これちょっとスパーキーだけで受けさせていただいて、これ右基本折れるんですよ。で今皆さんね、相手右にザップ使いましたけど、ザップ使っちゃうとこれ逆にマジで相手勝てなくなります。逆転の発想で。よくよく全然逆転の発想じゃないな、これは。どうしようかね、ファルチなんか出てきそうな気するんですけど、待って、エルビス頑張れ。ん？相手諦めたくさくね？諦めたくさくね？来た！マイク取られちゃった。マイク取られちゃった。ごめんなさい。寝てた人ごめんなさい。まあ、僕の動画でね、寝落ちしてくれる人もいるらしいんですよね。最近、救急車の動画で寝落ちしてますみたいな感じ言われるんですけど、それ嘘だなって思いますよ。僕の動画で寝落ちしようとしたら無理じゃない？いや、でもいけるんじゃないですか。本当に？俺、したことあるよ。はぁ、あ、キモいわ。昔やめろよそれ。救急さんの動画見ながら寝落ち。やめろよそれ、やめろよ。別に視聴者さんだったらいいけどさルイスさんがやったらちょっとそれはもうさ、昔ね、昔罪で。いつの話？でもいつだろう、高校とか。いや、大学1年とかそんな笑った。それやめてほしいよマジで。やめてほしいよ。ねえ、お前の動画で寝落ちしてんだよって言ったら嫌じゃね。いや別に視聴者さんがする分にはさ、まあ、分かるなんでもないけど、でも僕の動画さ、こういきなり叫んだりするから、寝落ち動画にしてはこう適してないと思うんだよね。適してないですね。圧倒的適してない。どうだった、快眠できた？いや、なんかあの本当にその時結構眠かったからふったらさ、何やねんマジで。しかも超詳細だし。いや、これ痛いな。よし、ここちょっとエリゴリつけさせていただいてずっとクラクラやってますやん。あの、今ね、弊社ブーストしてます。あははははは、あー、入った。いや、それで言うとマジで、その他の、あ、そういえばね、さっきね、クラクラの動画撮りました。ぜひとも、クラクラファンの皆さん、もしね、まだいたら、ぜひとも見ていただきたいんですけど、結構ね、面白い動画になったんで、結構辛いな、これ辛いな、辛っ、じゃ、辛っ。いや、これ寿司三昧行かね。ん？寿司三昧行きたいんだけど、
なんか今日雨降ってんじゃん、うん、でも今雨やってるよ、見た感じ。え、なんか行くことに意味がある。いや、それは分かる。え、なんでそんなことある。スパッタさせてたい。うわ、そりゃっすね。行くことに意味あることない？結構あのね、分かんないっすそれはね、草よし、OK。 いやー、メガゴそこの位置で何もしないの。いや、きっついな。これ絶対ジャイアンつけてくんじゃん。左か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 。マジか、生きった。これ生きりオタク、これは生きりオタク。いや、これは生きりオタクなんで生きりオタク知るかいやー、これ辛いな。でももう右は完全捨てます。これ右捨てて別にどうぞみたいな、あげますよみたいな、うん、みたいな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 感じですよね。うーわー、ジャイマスケ。うわ、そういうパターンね。オッケーオッケー。でも相手は大型チームもそんなないよね。あ、だからポイズナーアートしかないから。うわー、結構きつい。それはそれはやられたら嫌なこと。第3位ちなみに第1位。いや、第1はロケットだよ。まとめてロケッティーやでしょ。確かに負けんじゃん、負けんじゃん。俺、うわ、負けんじゃん。負けたわ。うわ、この人めっちゃむしゃむしゃする。むしゃむしゃする。あ、うん、なんて。つら。つらいっす。つら。ということで、今日ですね、ちょっとやってったんですけども、この動画はもうすぐ上げようかな。今ね、11時35分なんで、書き出しと編集は、編集はもうしません。編集しないんで、ぜひとも楽しんでください。寝落ち用の BGM をつけておきます。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、こちらをポチチャンネル登録していただきますと、僕のモチベーションがキュンと上がりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録お待ちします。そしておすすめ動画ありますので、まだ見てない動画がある方はぜひとも見てみてください。ではね。